皆さんこんにちは、あおりーチャンネルです。今回はいろんなところでゲットしたスクイーズをご紹介します。今回ご紹介するのは全部で6個です。それでは早速ご紹介していきます。まずはね、一つ目は、はい、こちらはですね、イオンのモーリーファンタジーでゲットしたスクイーズです。こちらはね、試しにちょっとママと一緒にお出かけ行った時にゲーセン見てみたんですよ。でこれがこうやって置いてあったんですよ、3個こうやって、あともう2つで、その時に1回試しでやってみるかって言って、1回目がすごい惜しかったので、もう1回やってみたら、こう横ら辺に、あー来ちゃったと思ったら、こう2本でゲットしたんですよ。なのでちょっと動画はないんですけど、ご紹介します。これはなんだ、パフェでいいかな、パフェです。それでは開けます。パカって開けます。多分よいしょこんな感じです。これ取り出せるのかな、あ、取り出せたでもこのカップもこうやって飾った方が可愛いですね。はい、こんな感じです。全体はこんな感じです。ちょっとこれじゃん。はい、全体はこんな感じです。柄はね、特にありません。で、これはいちごパフェなのかな、なんかいろいろいちごがあります。一瞬、あ、食品サンプルなのかなって思って、ちょっと開けて触ってみたんですよ。そしたらスクイーズだったのでご紹介します。はい、こんな感じで、匂いは甘い匂いではありません。下の方がこんな感じでスポンジなんですけど、ここのいちごと、ここのピラピラ、なんだろう、これいちごシロップか、いちごシロップだと思うんですけど、いちごシロップといちごは、スクイーズではなく食品サンプルみたいなものです。でもこれはね、プニプニします。ソフトクリームの上のところはね、スポンジです。これは高反発です。でもね、こうやって触るだけではなく、今回はこうやってね、机のところに置いたり、なんかいろいろ飾れるのでいいと思います。しかもケースがすごい可愛いので良かったです。こちらはモーリーファンタジー限定です。そしてね、ミニストップの商品です。前はね、ミニストップのソフトクリームもねゲットしてるので、そちらの動画もぜひ皆さん見てみてください。2つ目はこちら。こちらはゴールデンウィークに東北にね行った時にゲットしたスクイーズなんですけど、これは福島でゲットしたスクイーズです。こちらね、初めスクイーズなのかなって思ったんですよ。で、なんかここに穴があるので、こう押してみたんですよ。デルゾ系だったんですよ。なのでご紹介します。いきます。でですね、こちらはピンクがあったんですけど、私ピンクがいいって言ったんですけど、パパたちが、あ、やっぱり温泉まんじゅうと言ったら茶色でしょって言われたので茶色にしました。どうやって開けんだろう。はい、開けました。これはね、キティちゃんの、デルゾ系です。全体はこんな感じです。裏に温泉マークがあります。見えにくいと思うんですけど、はい、でこんな感じです。キティちゃんやっぱ可愛いですよね。それでは触ります。よいしょ、はい、出ました。デルゾ系の中も茶色です、ちゃんと。でね、デルゾ系のここ出てるやつの触り心地はすごいね、ペッタペタします。これ中どうなってんだろうね、スライム入ってんのかな。でもね、すごいね、触り心地ベッタベタです。こんな感じです。でもね、これね、キーホルダーにも付けられるので結構いいと思います。でね、鈴がついてんですよ、こうやって。かわいいですよね。はい、こんな感じでした。食べちゃダメですよ。3つ目はこちら、ふわふわバームクーヘンのセリアで、まあ、ゲットしたスクイーズです。こちらはですね、まあ、この系ちっちゃいやつ、他にもね、シュークリームとか前ご紹介したんですけど、またね、バームクーヘンをゲットしたのでご紹介します。開けます。このちっちゃい系も可愛いですよね、スクイーズ。開けました。パッケージはこんな感じです。柔らかくて素敵な感触、バームクーヘンって書いてあります。こちらね、普通にこうやってボールチェーンがついてるので、バッグとかにもつけて OK なんですけど、やっぱり中身が気になるということで開けます。上からここチョキって開けます。はい、開けました。それでは取り出します。せーの、ほい。はい、こんな感じで、全体はこんな感じで、特にね、柄とかはありません。それではね、
匂いはスクイーズの香りがします。手段に触ってみます。お、戻るのは早いんですけど、すごいね、低反発です。戻るのは早いけど低反発。あー、やっちゃった、私これやりたくなっちゃったUFO はい、こんな感じです。ちゃんとね、バームクーヘンちゃんとリアルに線もちゃんとついてます。見にくいと思うんですけど、ちゃんと線ついてます。こんな感じです。かわいいね、やっぱりバームクーヘン美味しいし可愛いしはい、バームクーヘンはこんな感じでした。次、4つ目は、はい、こちらキャンドゥ、100円ショップキャンドゥで購入したプニミカって書いてあるんですけど、みかんのスクイーズです。それでは開けます。と、このみかんのスクイーズは多分ね、新作だと思うんですけど、見たことなかったんですよ、私買った時。もう買った時ね、前だったので、今どうだろうな、売ってるかなって感じです。開けます。よいしょ。はい、こんな感じで袋にね入っています。開けます。中にここボールチェーンが出てる面白い。よいしょ。はい、取り出しました。全体はこんな感じで、特にね柄とかはついてないんですけど、ちゃんとねボツボツができていてリアルです。匂いはね、特にありません。それでは触ってみます。おー、これはですね、なんて言うんだろうな、少し高反発が入ってるかなって感じです。でもね、すごいね、戻るのは早いけど、もっちもちって感じですね。触り心地がすごいもちもちで気持ちいいです。空気が抜ける音もします。ちゃんとね、ここボールチェーンがついているので、バッグとかにつけるといいかもしれませんね。プニミカはこんな感じでした。5個目はこちらの、こちらパティーズで購入したひよこのスクイーズです。これはいとこのお姉ちゃんから買ってもらったスクイーズです。それでは開けます。開けます。せーの、はい、はい、こんな感じです。匂いは特にしません。それではね、触っています。こうやってね、ちょっとこうやって持った感じですっごい軽いんですよ。なので多分低反発じゃないかって思います。それではね、触っています。おお、すっごい低反発です。何これ、すっごい低反発で、こんなスポンジあるかなって感じで、音もいいし触り心地もすごいいいです。柄も可愛いですよね、これ。こんな感じです。いや、思ってた以上に低反発です、これ。すごいいい。私これいいな。今までご紹介したこのスクイージたちよりも、これが一番です、私。こんな感じです。はい、ラストは、ででん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 、こちら。皆さん見たことないですか？あれ？ゲームセンターのスクイーズ？そうなんです。そうですね、こちらね、狙って、あー残念でしたって終わったんですけど、私がね、最後、ゲームやったんですけど、その時に、あれ？終わったのに、あれ？パパがいないって思ったら、こうやって、渡されたんですよ。えぇーってなんか、普通に、同じ感じでやったらゲットしたんだよね。そう。なのでご紹介していきます。こちらレインボーです。開けていきます。こうやって開けられます。よいしょ。せーの、ででーん。おー、すごい。パッケージもすごい可愛いです。こんな感じ。はい、こんな感じです。これ皮むけるのかな。あ、むけないか。はい、こんな感じです。でもむけそうだよね、これはい、ね、特にね、皮とかは剥けないんですけど、匂いはね、ゴムの香りがして苦手な匂いです。でもプニッと、はい、それではね、触ってみます。おー、中に出てきた。お、この触り心地は、この触り心地は多分中に粘土が入ってるんだと思います。こんな感じです。虹色やっぱ可愛いですよね。こんな後ろにね、バナナとかもあったんですけど、まあ、リンゴゲットしたらバナナにも交換できるし、リンゴにも交換できるしって感じだったんですけど、私はリンゴが欲しかったのでリンゴゲットしました。こんな感じです。すごいね、気持ちいいです。こんな感じでした。
これは剥けるんですけど、剥いちゃうとね元に戻らないらしいので、私はこのまま触ります。皆さんはね、まあどっちでもいいんですけど、やっぱり戻んないのはちょっと嫌だかなって思います、私はね。はい、これで6種類以上です。はい、ということで今回はいろんなところでゲットしたスクイーズをご紹介しました。私はねこれが一番低反発なのだったので、すごく気持ちよかったので良かったです。またね、まあまだあのもうねこれご紹介したんで、あのいろんなところでゲットしたスクイーズはまだないんですけど、またこういうねいろんなところでゲットしたスクイーズもご紹介していきたいと思います。まあこういうのとか動画がないのは残念だったんですけど、もしねゲーセンでやるときはなるべく動画撮れるように頑張りたいと思います。またねスクイーズご紹介していきます。ぜひ皆さん見てください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターとあおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。